どうも、そっかりんです。この度5月20日のレッチリの東京ドームのライブに行ってきましたので、レポしようと思います。めっちゃ最高でしたね。音が本当に良かったです。音響のレベルが確実に昔より数倍レベルアップしてますね。これは東京ドームの音が良くなったのか、それともアーティスト側の PA のレベルが上がったのか、どちらなんですかね。まあ、多分どっちもですかね。素晴らしすぎます。これは完全に私事ではあるんですけど、すごい昔ね、バイザウェイのツアーを見に行った時に、埼玉スーパーアリーナで初めてレッチリを見たんですけど、音が最悪でして、かなりトラウマになってたんですよ。多分 すごい後ろにいたせいだと思うんですけどちょっとそれが原因でレッチリから結構離れちゃってたんですよ熱狂、ね、的ファンだったのにもちろんアルバムが出たらちゃんと聞いてはいましたがライブを見るっていうのは結構もろはの剣ですねライブでがっかりしちゃうとあんま好きじゃなくなっちゃうんですよねライブがいいとより大好きになるんですけどやっぱライブって重要ですねで去年来日した時も最初は行くつもりなかったんですけど東京ドームっていつもギリギリで注釈席っていうのが出るんですよ僕大体いつもそれで見てるんですけどえ見にくいからちょっと安いっていう席なんですけど真横で超見やすいんですよでなんか映像で見る限り レッチリも最近音いいからちょっとリベンジで見てみるかっていう感じで見たんですけどそれが想像の何倍も良くてですねレッチリ愛が完全に復活しましたそれまで複雑な思いを抱いていたんですけどあの昔の最悪だった音からよくここまで進化したもんだなととても感動しましたねこれでもう堂々と好きなバンドでレッチリを上げることができますすいません長くなりましたでその東京ドームなんですけどまだ一つ改善点を挙げるとしたらたまに何かの音が遅れる時があるんですよねドラムかボーカルかそれが直ったら完璧だと思うんで、はい、頑張ってくださいで今回はとにかく全部の音が良かったですギターもベー ベースもももドラムもあとボーカルも最高の音でした全部はっきりと聞こえます。で、アンソニーって本当に歌うまくなりましたね。昔より断然声量が増していると思います。この年で進化してるのすごいなと思います。フリーは相変わらずバカテクですね。何食ったらこんなベース弾けるようになるんすかね。うますぎます。チャールとジョンももちろん最高でした。では曲を見ていきます。1曲目はアラウンド・ザ・ワールド。もうこの1曲で僕は満足しました。これが一番聴きたかったんで、もうこれで帰ろうかと思いました。すいません、嘘です。去年見た時は1曲目はキャント・ストップのパターンだったんで、今回は何が何でもアラウンド・ズワールドのパターン弾き かったんですけけど見事に賭けに勝ちましたでもあの歪んだベースの音を聞こえた瞬間ガッツポーズしましたねあーこれアランドゾワールド来るぞって確信しました最高以外の何者でもなかったですなんせ音がいいです本物の音源と変わらない音でしたねそれをさらに何倍も良くした感じですもう迫力に圧倒されました2曲目はダニカルフロニアですこれも人気曲ですね超盛り上がりましたサビでの一体感がすごいです後半のギターソロは結構音源に忠実に弾いてたような気がしますライブ通して一番盛り上がってる部分がジョン・フルシアンテのギターソロでしたねやっぱりジョンのギター すすごいエモいです次はゼファーソングです。これはバイザウェイからですごい爽やかな曲ですね。最初に聴いた時に、レッチリがこんなにポップな曲をやるなんて、と驚いた記憶があります。ギターの音が透き通ってていいですね。次はヒアーエバ e アフターです。ジョン・フルシアンテ2回目の復活の後の初めてのアルバムに入ってます。まさか復帰するとは思ってもみませんでした。生きてるといろんなことが起こりますね。結構この復帰に関しては、女子記のファンからすると賛否両論あったようです。頑張ってきた女子をそんな簡単に首にしていいものかと。当然そういう意見も出るでしょうね。しかしながらやはり常に最高のものを作り出すっていうのがアーティスト のののの使命ななでででそそちらら方がいいいいものを生み出せるると判断ししししたううすすかないでしょうね厳しい世界ですこの曲はすごいダンサープルですね。いい感じに乗りながら見れます。こういう曲もっと作ってほしいですね。次は Snow です。この前ジョン・フルシアンテのリフの動画を出したんですが、この曲だけ桁違いに難しいと言いました。安定して綺麗に弾くのは無理だと。えでも当然ですよ、やっぱり本人は完璧でしたね。マジでうますぎる。ライブ見て僕の出した結論は、最終的に手のデカさが違うということにしました。全部で親指がネックから出てますもん。自分じゃ親指出ないですもん。僕もあんぐらい手がデカかったら、 ちゃんと弾けたはずです。次はエディです。これは最新曲ですね。少し前に亡くなってしまったエディ・バン・ヘイリーに捧げた曲とのことです。ギターヒーローだったエディのようにジョン・フルシアンテもこの曲で泣きのギターを弾きまくってます。非常にエモーショナルな曲ですね。最近は結構ジョンも弾きまくるようなタイプのプレイをすることもありますね。昔は一時期意図的に抑えたようなプレイをしてたこともありましたけど、今はもう自分を解放したかのように、伸び伸びと弾きまくってますね。次がハートゥ・コンセントレイトです。これはジョンのボリューム奏法が特徴的ですね。あとは後半のアルペジオが綺麗です。本当に綺麗に綺 と思って見て見ました全然ミスタッチしないですね。で次が I like t h a t です。これはかなりサプライズでしたね。しかも嬉しいサプライズでした。カラフォルニケーション大好きっ子なので、この曲は音の良さにビビりましたね。ここまで完璧な音を出せるんだと思いました。もうこれ以上は良くしようがないっていうレベルです。今までたくさんライブ見てきましたけど、ベスト5に入るぐらい音が良かったですね。しかも東京ドームで、これにはびっくりしましたね。で次はパラレルユニバース。これはめちゃくちゃ嬉しかったです。どうしても聴きたい曲の一つでした。アランド・ゾワールドとこの曲は今日しかやんなかったんで、マジで興味入れてラッキーでした。サビの爆発力が マジですよね爆発力っていうか、実際に爆発してます。何かが爆発してます。この曲は16部で、ずーっとタカ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 って弾いてるんですけど、さすがのフリーもピックで弾いてます。他の曲でもピックはちょこちょこ使ってましたね。で次はリーチアウトです。これは最新作からですねで。生徒等の対比が印象的です。ちょっとニルバーナっぽいですね。次はサックマイキスです。ようやくブラッドシュガーからやってくれました。僕はダントツで好きなアルバムです。もっとこっからたくさん聴きたいんですけどね。でも贅沢は言いません。もちろんこの曲大好きで、聴けて嬉しかったですで。ちょっとヘビーな演奏でしたね。原曲よりちょっとテンポが遅かったような気がします。 ここら辺でアンソニーが服を脱いでたような気がしますさすがに裸ソックスは最近はやってないみたいですね 次はカルフォロニケーション名曲連発ですねこの曲はなんかジョンがビートルズみたいなギターを弾いてました自分はあんまりギターに詳しくないんでよくわかんないんですけどジョン・レノンがあんなギターを弾いてたと思いますエピフォン・カジノですかねライブ全体を通して印象的だったのが曲に入る前にフリーとジョンで向かい合ってる姿ですねこのお二人から同時に始まるっていう曲が多いんですねもうクリックとかなしで人力でせーので入ってると思うんですけどやっぱり生身の人間のグルーブのバンドだなっていう感じがして感動しますねカルフォロニケーションから4曲も聴けて嬉しかったです 聞きたかったですが贅沢は言いません次はブラック様です ジョン・フルシアンテ復活後の初めての曲ですね。ちょっとカルフォルニケーションと似た感じの曲だと思います。これはライブで聴いた方が全然いいですね。エモさが3倍増しぐらいになってます。これはまずジョンが元となる曲を書きまして、その上にアンソニーがサビのメロディー乗っけたらしいです。そのサビのメロディーがジョンが作ったものより数倍良くて、ジョンはそちらを採用した後のことです。アンソニーもやりますね。ジョンはものすごい久々にロックの作曲に取り組んで、曲を書けるのが不安だったそうですが、やっぱり素晴らしい曲を書きますね。ジョンはコード進行が気に入ってるそうです。A メロで E マイナーだったところが、サビでは、e、になっ ジョンはバンドにいない間もずっとギターのトレーニングを続けていたそうです。偉すぎる。これは直近の名曲と言ってもいいんじゃないでしょうか。次はバイザバイです。定番ですが最高です。ライブではぜひとも聞きたいところ盛り上がりも最高潮ですね。レッチリの皆さんもテンションが上がってるのはよくわかります。特にフリーですね。ベースソロの瞬間みんなの興奮度がマックスに達します。この人のステージアクションは本当に尊敬してます。めちゃくちゃうまいだけじゃなくて全力でアクションしながら客を盛り上げるっていうのが実に素晴らしいです。レッチリは多分この人がいないと成り立たないでしょうね。ギター 変更してもいけけるんですけどフリーが抜けたらもう無理なので解散すると思います。ここで一旦本編終了です。アンコールの間、レッチリへのメッセージボードを掲げたファンがたくさん映されてました。レッチリエは熱狂的なファンが多いです、ね。なんでこんなに人気なんですかね今更素朴な疑問なんですが、多分人気が出だしたのってカルフォロニケーションの頃からだと思うんですよ、ね。なんかいつの間にかこんなモンスター級の人気バンドになってましたね。結構すぐに出てきてくれまして、Under the Bridge です。この曲も超定番ですね。なぜか18日をやらなかったらしく、かわりに Icould Have という非常に渋い曲をやってみ 僕だったらすごい嬉しいんですけどビギナーファンだったら Under the Bridge の方が良かったでしょうねこの曲はやっぱり定番の要素がありますねレッチリで一番有名な曲ですジョンのギターのイントロからして泣きです世界名ギターイントロ10選にはおそらく入ってくるでしょうラストはギブイッターウェイですもうこれ聴かないと終われません東京ドームがダンスフロアと貸しましたね会場は実際に揺れてました前の方の人跳ねてましたからねこれが本物のグルーブだっていう感じの曲です楽器の3人が全く別々のフレーズを弾いていながら1つにまとまるとこんなに素晴らしいものになるの かがあります前の動画でも言ったんですけどこういう音楽性のバンドって実はほとんどいないんですよねロックとファンクとヒップホップっていうのがなんかジャンルとして確立されてそうなんですけど有名どころだとレッチリぐらいしかいないんですよねもちろん探せばいるんでしょうけどやっぱりこの音楽性は唯一無二ですねなのでこれだけ人気が出るのも当然だと思いますこれにてライブ終了ですもっと聴きたいところではあるんですがあれだけ激しい演奏してればこれぐらいで俺でもしょうがないかと思いますまだまだ聴きたいのに聴けてない曲が山ほどありますのでまた来日していただいてまた見に行きたいですねご ご視聴ありがとうございました。